皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが8月27日に配信した火曜日恒例の予言の6回目をご紹介します。2024年8月27日の予言。それこそが我々の先祖が憲法に対して特別に書き込んだ内容なのです。どうか皆様自分たちの持つ権利を捨てないでください。そのようなことはアメリカでは起きないと思いますが、地球がアセンションして新次元へ移行したらもうそのような問題は起こらないでしょう。それは人々がもう戦おうなどという精神状態から脱しているからです。そこでは幸せの高い波動に包まれているまさに黄金時代にいるからです。無実の人たちに銃撃をして悲劇を引き起こそうなどという邪気を持った人はいません。ですがそのようなことをしようと考えている人はどのような手段を使っても惨劇を引き起こすでしょう。人から銃を取り上げるのではなくもっと麻薬や精神病の対策をすべきなのです。狂った人たちは尖ったものや車などを使い多くの恐ろしい行為をします。また近いうちに多くの惨劇が起こるでしょう。無神経な行動や無神経な攻撃はいつどこででも起こり得るのです。2000年頃に警戒レベルという言葉が流行りましたが、あの時はある時赤になったりまた別の時はオレンジになっていました。また似たようなものを将来復活させるのだと思います。まだいつどこでそのような惨劇が起こるかまでは特定できませんが人々が喜んで集まる場所で起こるでしょう。それは尖ったものや車、さらには爆発物すら使ってくるかもしれません。それが起こるのは人が集まる場所でコンサートホールやスタジアムだと思います。10月がとても強く脳裏に浮かび、10月そして12月を警戒すべきだとスピリットは語っています。多くの惨事が起こると思われ10月がとても意識に飛び込んできます。それも複数の出来事が同時に様々な国で起こるでしょう。それは前からお伝えしているようにアメリカやフランスその他の同盟国で同時に発生すると思います。イラン中で恐怖を煽る攻撃が起こるのが見え、また新たなナイフでの惨事が起こりそれを派手にマスメディアが取り上げるでしょう。また同様な出来事がイスラエルでも発生し、恐怖を煽る何かしらの秘密の攻撃もあると思います。それは去年10月にイスラエルで起きたような攻撃かもしれません。あの時も事前にそのことを予言していました。どうしてあの予言ができたのかまではわかりませんが、多分今度の攻撃はイスラム教の記念日に起こるのかもしれません。この攻撃には爆発も含まれると思います。それが年末までに発生し12月は大変な月になると思います。スピリットによれば12月には大量の魂の契約が満期を迎えるそうです。その始まりが12月にあり、それはまだ全体から見れば小規模かもしれませんが、2025年にその動きが本格化するとスピリットが伝えてくれました。ロシアは警戒してください。もうすでにロシアでは準備ができていてさらに多くのテロリストが動員されるでしょう。ロシアではこれから多くの教会が攻撃され罪なき人たちが旅立つと思います。10月に多くの抗争や攻撃が起こる予感が強くしており、どうか9月は休憩の時であってほしいと願っています。今から私たちは光を抱いてこの地球が光で包まれるよう祈りましょう。そして今から家を補強して備えてください。それなら皆様にでもできると思います。どうか恐れないでください。気象については多くの異変が控えている予感がしており、スピリットは洪水や津波がもうすぐ、それも複数発生すると語っています。洪水は世界中で起きます。数週間前に東京で洪水が起こると予言しましたが、それは台風によるものではなく台風の後の嵐によるものでした。地下鉄の中にまで水が流れ込みとても狂った事態になってしまいました。スピリットによれば再び東京で似たような出来事が起こるそうで、
それは三つの連続した嵐が襲ってくるからだそうです。そのうちの一つはすぐにでもやってくるでしょう。サンサンが迫っていますが、それが先ほどお伝えした三つの台風のうちの一つだと思います。アラスカでは大規模な土砂崩れが起きて緊急事態宣言が発令されました。スピリットによれば将来もっと多くの災害が襲ってくるそうで、山が崩れて海に崩落するかもしれません。それについてはノストラダムスも予言していました。ここアリゾナにあるグランドキャニオンでも不幸なことに女性が水で流されてしまいました。今アリゾナはモンスーンの季節で雨がとてもよく降ります。庭の植物にとってはいいことなのですが、先日は真夜中に嵐がやってきてまるでハリケーンのような大きな音を立てていました。竜巻が来ないことを祈っていますが、近所ではまるで洪水のようになっていました。今ハワイにハリケーンが来ていますが、まだあと2つのハリケーンが迫ってきています。ハリケーンギルマとヘクターで、数秘術では2つとも6の数を表します。そのためハワイに大きな被害をもたらすかもしれません。今来ているハリケーンも6の数を持っていますので、ハワイは今3つの6の波動を持ったハリケーンに取り囲まれています。不気味だと思いませんか？どうかハワイの友人の皆様、家を補強しておいてください。ハワイ島に大規模な洪水が起こるかもしれません。また海岸に向かって大きな土砂崩れがあるかもしれず、海岸が大きく削られることになるでしょう。そしてこれらの嵐のすぐ後に大噴火があると思います。それだけでなくハワイに大津波が襲ってくるかもしれません。多分ハワイに到達するときは小さくなっていると思いますが、多くの国を巻き込む津波になるでしょう。そのことは去年から予言していますが、もうその時が近づいていると思います。多分12月か10月にでも起こるかもしれません。もしかしたら今月中にでもカリフォルニアで何かが起こる可能性もあります。私はエネルギーシフトを過去20年ほど見ていますが、大地震などの何かしら大きなことがその時期に起こりました。ですが今年はまだこれといったことは起きていません。それはとても奇妙なお話ですが、もしかしたら911のような出来事があるかもしれません。9月2日と11日がとても重要な日だと思っており、9月には過去にトンガでマグニチュード 6.9 の大地震が起きていました。トンガでは今後大規模な海面の隆起があるかもしれず、太平洋からインド洋に向かって引っ張られるでしょう。それが土砂崩れを起こしたり陸地が現れたりする過去見たビジョンにつながるのだと思います。どうかハワイの皆様は注意をして備えていただければ幸いです。以前予言した火山噴火がアイスランドで発生し、とても荘厳な光景を見せてくれました。この素晴らしい母なる地球の見せる花火は新しい火山であり、今まで何度も噴火した火山ではありません。スピリットは以前アイスランドとアラスカ、そしてもう一箇所が同時に火山噴火を起こすと予言していました。それが大地震の前兆だということです。ギリシャとイタリアの近くでも火山が噴火し始め、そこはまさに以前マップスクライングの動画で予言した場所でした。そこではトランス状態になって地図を見ながら予言しましたが、イタリアとギリシャ付近で火山が噴火するとお伝えしました。報道によれば大規模な火山噴火があり、イタリアで最も有名な火山であるベスビオ火山は西暦79年にポンペイを破壊しました。それが未だかつてないほど警戒すべき状態にあります。またある火山はあまり有名ではありませんが、フレグレイ平野で200キロにわたり伸びている地域にあります。ナポリ港やカプリ島もその一部で、ナポリの郊外まで含む広大なカルデラで200万年前に形成されました。今は多くの地域で火山活動が活発になっており、その中には3万9000年もの間活動しているものもあります。その多くは海底にありますが、以前にもお伝えした通り大きな海底火山の噴火が見えています。
もう2年ほど前にその予言をしましたが、まさにその出来事が日本の南側で発生し島を形成しています。またイタリアの話題に戻りますが、そこでは50万人以上の人たちが住んでおり、イタリアの当局はそこを危険地域とみなし、18もの町が火山噴火の危機にあるそうです。スピリットによれば、そこに住んでいる人たちはもうすぐ避難することになるそうで、そのような事態は今から2029年の間に起こるということです。2029年は以前お伝えした2025年から2032年の干難の時代の最中であり、人類が今まで経験したことのないような苦難を味わう時期でもあります。いかがでしょうか。私は台風の通り道に住んでいたのですが、大した被害はありませんでした。離れた場所の方が被害が大きかったようなので心配です。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画気に入っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。